ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢です。今日は地震に関する動画の総集編をお送りするぜ。わかったわ、よろしくね。ゆっくりしていってね。一本目はありえない現象が出た。これは巨大地震の前兆の話だぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今後は地震の発生に危惧しないといけないだろうな。どうしたの魔理沙？実はな、気象庁が日本で巨大地震の発生を危惧するかのような会見を行ったんだ。え、気象庁がそんな発表をしているの、気になるわね。それじゃ、今回は気象庁の発表と、日本で危惧されている巨大地震について解説していくぞ。よろしく。まず、気象庁の発表について話をしていこう。よろしく。具体的に言うと、気象庁は現在の日本の地震状況から、今後は巨大地震の発生が、いつ起きてもおかしくないとする発表を行ったぜ。そうなの、今の日本ってそんなにヤバい状況なんだね。実はそうなんだぜ。それで、現在の日本の地震状況に関しては、一部で小規模ながら連続した地震が発生しているけど、特に大きな地震が発生しているわけではないぜ。なるほどね。でも、現在は地震が落ち着いているなら、少しは安心してもいいんじゃないの？いや、そうでもないぜ。一部の専門家によると、現在の日本の状況はとにかく大きな地震が少ないと言われているんだ。ほうほう、少ないってことはいいことじゃないの？いや、それがそうでもないんだ。具体的に言うと、ある研究では一定の地震が発生しないと、その時の歪みを溜めた状態になるので、今後発生する地震が大きくなる傾向にあると考えられているんだぜ。ほうほう、じゃあ、現在の日本は、適度に地震のガス抜きができていない状況になるんだね。まさにその通りだぜ。ただ、この考えに関しては否定的な意見があるので、必ずしも先ほどの考えが正しいとは限らないから、その点に関しては注意してくれよな。わかったわ。さて、気象庁の発表に関してはここまでにして、ここからは、巨大地震の発生が危惧されている場所をいくつか解説していこうと思うぜ。よろしくね。まず、関東地方を見ていこう。関東地方、日本の首都があるから気になるわね。まず、関東地方では、首都直下型地震の発生が危惧されているぜ。確かに関東はそうだよね。そして、この首都直下型地震は、二つの発生メカニズムが存在しているぜ。一つは内陸型地震と、もう一つは海溝型地震だぜ。陸で起こるものと海で起こるものの二種類があるのね。具体的に言うと、内陸型地震の場合は、立川断層という断層が震源となる可能性が高いぜ。どのあたりにある断層なのかしら？安土山丘陵、笹見田峠付近を北西端とし、金子台、箱根ヶ崎を経て、武蔵村山市三次付近まで分布する活断層だぜ。でも、それだと立川という地名は入ってないのかしら？かつては入っていたけど、平成27年の調査において、立川市内には断層が存在しないと報告されたんだ。そこで、名称も立川断層から箱根ヶ崎断層に変更された。しかし、長らくこの立川断層という名称が使われてきたから、多くの資料で今も散見されるぜ。なるほど、そういうことなのね。ちなみに断層の長さも、かつては全長 33km だと考えられてきたが、平成27年の調査では、全長 12km とされたぜ。だいぶ短くなったわね。と言っても、この活断層に脅威がなくなったというわけじゃないぜ。活断層なんだから、確かにそうね。この断層が動いた場合は、マグニチュード 7.4 の地震が東京西部で発生すると考えられていて、犠牲者の数は、6300人にも上ると予測されているぜ。やっぱり人口が多い地域だから、桁違いの犠牲者が出てしまうのね。次は海溝型地震についてだけど、このタイプの地震は100年ほど前に起こっているぜ。100年前というと、関東大震災のことね。その通りだ。この海溝型地震を具体的に言うと、房総半島と伊豆半島の海底に存在する、相模トラフと呼ばれる、谷状の地形を起点とする地震が起こるかもしれないんだぜ。関東大震災も相模トラフが原因だったのね。このエリアを震源域とする地震は、200年から400年周期で起こると考えられていたけど、近年の研究では、関東大震災の際には、震源域全体の半分程度しか動いていない可能性が出てきたんだぜ。ということは、関東大震災は相模トラフの半分程度の活動だったってことなの？考えたくはないが、その可能性は高いと言われているな。じゃあ、半分程度の活動で、東京は壊滅的な被害を受けたのよね？まさにその通りだぜ。ひぃ、関東はやばいわね。次に、西日本は南海トラフ地震の発生が危惧されているぞ。出た、南海トラフ地震。それで、南海トラフ地震について、日本政府及び気象庁が発表した被害想定だと、日本国民の約 54% が被災する想定となっているんだ。
地震で国民の 54% も被災するなら、日本の半分が被災することになるんだね。確かにな。しかも被害を受けるのは、静岡から西は全域だと考えられているんだ。確かに文字通り半分以上ね。じゃあ、言い方を変えると、西日本に逃げ場はないってことになるわね。それに関しては厳密には、西日本の太平洋側には逃げ場はないってことになるな。南海トラフ地震、どれだけすごい地震なのよ。また、南海トラフ地震には、東海地震と南海地震とで分けられるんだ。ほうほう。それで、次に発生する南海トラフ地震は、特に被害が大きくなりがちな東海地震と予想されているんだぜ。また、地震の専門家の研究結果によると、2050年までに南海トラフにおいて地震が起こる確率は、80% 以上だと発表されているんだ。高すぎるでしょ、ほぼ確実じゃないのよ。そして、その研究通り地震が起きた場合、被害総額は国家予算を超えると予想されているな。やばすぎるでしょ。じゃあ、もしかすると国が傾く可能性があるんだね。その可能性は高いだろうな。それで、先ほどの被害想定を詳細に紹介すると、国民の約 54% が被災して、死者想定は32万人を超えるんだ。そして、被害総額は220兆円にも上るぜ。32万人、やばすぎるでしょ。じゃあ、言い換えると、どこかの市町村の住民が一気に亡くなってしまう可能性があるんだね。それは間違いないだろうな。それに、被害総額も桁違いにやばいわね。次に、九州でも多くの地震の発生が危惧されているぜ。え、そうなの。まず、日向灘で発生が危惧されている日向灘地震だな。日向灘ってことは宮崎県の方だよね。その通りだぜ。具体的に言うと、日向灘は宮崎県の南端都井岬から、大分県佐伯市の鶴岬までの沖合とされているぜ。黒潮が都井岬沖を経て、四国沖に達するため、イワシ、マグロ、カツオの回遊する、航路上になっているんだ。なるほどね。それで、日向灘で発生すると考えられている地震は、マグニチュード8以上なんだ。マグニチュード8以上って、かなりヤバいわね。確かにな。また、もともと日向灘に関しては、2004年に南海トラフにおける地震に関して、想定される地震の規模が発表されていた。しかし、この地震の規模は、マグニチュード8以上ではなかったんだぜ。え、じゃあ、2004年に想定されていた地震の規模より、引き上げられているということなんだね。その通りだぜ。でも、日向灘地震を警戒して、宮崎から離れれば大丈夫じゃないの？無理だな。具体的に言うと、専門家が九州で最も警戒している活断層は、ケボ断層帯という名称の活断層なんだ。ケボ断層帯、初めて聞いたわね。どこにある断層帯なの？それは、少し意外に思うかもしれないけど福岡県にあるんだぜ。え、福岡。それで、ケボ断層帯の話をする前に、熊本地震の話をしていくぜ。ほうほう、どうして先に熊本地震の話をするの？それは、ケボ断層帯と熊本地震が深く関係しているからだな。なるほどね。この熊本地震は、二川、日名具断層帯という活断層の、一部がずれ動いたことで発生した地震だったんだ。そうだったの。熊本地震は知っていたけど、地震が発生した原因は知らなかったわ。それで、この二川、日名具断層帯に関しては、熊本地震が発生する直前まで、全国で一番地震の発生確率が高い断層帯と考えられていたんだぜ。え、そうだったの？全然知らなかったわ。また、専門家によると熊本地震では、危険な活断層の一部分しか活動していないと考えられているんだ。え、それって、もしかすると、熊本県でまた大きな地震が発生する可能性があるということだな。やばすぎる話だね。でも、一度大きな地震が来たら、その後はそこまで大きな地震は起きないと思うのが、一般的な考えじゃないの？確かにその考えを持っている人は多いけど、実際は大きく違うんだぜ。具体的に言うと、地震が発生すると歪みなどが発生するんだ。そして、巨大地震による歪みはちょっとしたことで崩れ去り、再度大きな地震を引き起こす可能性があるんだぜ。そうなのね、つまり油断大敵ってことね。では、この話を踏まえて専門家が最も危険だと考える、ケボ断層帯について話をしていこう。まず、ケボ断層帯は、南東方向に内陸部にまで伸びる断層で、比較的最近の2005年に発生した。福岡県西方沖地震は、この断層の海域の部分がずれ動いたことによるものだったと推定されているんだ。ほうほう。ここで注目してほしいのは、この時ずれ動いた断層に関しては、あくまで北西部の海域の区間がずれ動いただけであり、そこから南東に続く陸域の活断層は、まだずれ残っているということなんだ。え、それはやばいわね。じゃあ、ケボ断層帯は二川、日名具断層帯と同じ状態にあるじゃないのよ。まさにその通りだぜ。また、ケボ断層帯に関しては、トレンチ調査などにより平均約3000年から、
5000年程度の間隔で地震が発生していると考えられており、最近の活動時期は、少なくとも約3400年前以降だと考えられているんだ。それって、周期から考えると、ケボ断層帯の南東部の区間は、すでに満期を超えている可能性が考えられるということだな。やばいわね。それで、仮にケボ断層帯が大きく動くと、2005年に起きたマグニチュード 7.0 の、福岡県西方沖地震よりも大きな規模での地震が想定されているんだぜ。つまり、熊本も危険だし、福岡も危険ってことだね。まさにその通りと言いたいところだけど、九州には他にもヤバい地震が危惧されているんだ。なるほどね、歪みが解消したと聞いたから、地震のリスクが減ったように思えたけど、実際は次なる地震が発生する可能性が高まっているんだね。まさにその通りだぜ。じゃあ、沖縄はどうなのよ？沖縄はプレートの関係で、特に石垣島周辺で大きな地震の発生が危惧されているぜ。そうだったの、ヤバいわね。次に、東北地方で発生が危惧されている地震を解説していこう。よろしく。東北地方で発生が危惧されている地震は、アウターライズ地震だな。何その地震？具体的に言うと、アウターライズ地震は東北地方太平洋沖地震によって、陸側のプレートの歪みが、解消されたことによって発生すると考えられている地震なんだ。ほうほう、それで、過去にアウターライズ地震が発生したことはあるの？具体的に言うと、1896年に明治三陸地震が発生し、それからアウターライズ地震として、1933年に昭和三陸地震が発生しているんだぜ。なるほどね、これがアウターライズ地震なのね。それで、アウターライズ地震は、どれくらいの規模の地震が発生すると考えられているの？東北地方太平洋沖地震に関するアウターライズ地震の予測規模は、マグニチュード8だと言われているぜ。かなり強力な地震だね。そうだぜ。それに、アウターライズ地震の特徴として、津波の高さが高くなる傾向にあると言われているんだぜ。じゃあ、ヤバすぎるくらいの津波が日本を襲うってことになってしまうのね。まさにその通りだぜ。最後に、北海道で危惧されている地震について話をしていこう。北海道でもヤバい地震が危惧されているのね。具体的に言うと、北海道沖の千島海溝で、大地震が起こる可能性が浮上しているぜ。そうなの、それはヤバいわね。マグニチュード9クラスの、超巨大地震の可能性が極めて高いと言われているぜ。マグニチュード9ってとてつもない規模の地震ね。この巨大地震は、日本海溝で東北地方太平洋沖地震を引き起こしたものと同じタイプで、複数の震源域が連動して起こる超巨大地震であり、通常の地震と比べて一回り大きな規模で起こる。こういった地震をスーパーサイクルと呼ぶそうだぜ。通常の地震以上の巨大地震ってことなのね。まさにその通りだぜ。また、北海道の海岸近くでは、過去の津波で運ばれた堆積物が見つかったんだ。なるほど、過去の地震で発生した津波の痕跡が見つかっているのね。この北海道や東北の調査から、この地域は3、400年ごとに津波に襲われていることが分かったんだぜ。300年から400年周期ということも分かっているのね。まあ、それもあくまで過去はそうだったってだけで、今後も同じ周期とも限らないけどな。ちなみに前回は、17世紀に津波が襲来したと考えられているぜ。周期的にはそろそろ来てもおかしくはないって感じね。周期を考えるとそれは間違いないな。さて、このように、さらっと各地域で発生が危惧されている地震をいろいろと解説してきたけど、さすがは地震大国日本といった感じだね。そうだな、だからこそしっかり備えることが大切だと思うな。確かにそれは間違いないわね。とにかく、すぐに地震対策を行うことにするわ。ぜひともそうしてくれ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。2本目は、無八大地震の前兆、の話だぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。石川県で大きな地震がついに起こってしまったわね。今も余震が続いているみたいだから、気をつけておいた方がいいと思うぜ。5月6日には1400回もの地震が起こっていたそうだ。とんでもない数の地震が起こっていたのね。これでも、地震発生直後からは減少したんだぜ。減っているようには全く見えない数だわ。まあ、確かに霊夢の言いたいこともわかるけどな。確か、石川県、能登地方の後に千葉で地震があったわね。確かに千葉で地震が起こったぜ。やっぱり、何か関係があるのかしら？実は近年、能登半島や近畿地方で、地震活動が活発化していると言われているんだ。何か地図を見てみると、つながりがありそうだわ。この地域の地震活動は、南海トラフと関係が深いと考えられているそうだぜ。なるほど、南海トラフと関係があるのね。また、今度は近畿地方で大きな地震が起こる可能性が高いとも言われているぜ。
近畿といえば、かつては阪神淡路大震災が起こっていたわね。近畿地方の地震といえば、この地震を思い出す人も多いと思うわ。それじゃ、今回は阪神淡路大震災に関して振り返り、近畿で起こる地震に備えることにしよう。よろしく頼むわ。阪神淡路大震災は、1995年1月17日に起こった地震だぜ。六甲淡路島断層帯という断層が、午前5時46分頃にずれることで発生したと言われているんだ。朝早くに起こった地震だったのね、忘れてたわ。西宮市や宝塚市、伊丹市付近から淡路島北部にかけて、ほぼ全域で非常に大きな地震が起こったぜ。地震の規模はマグニチュード 7.3 だったと言われている。まさに大地震なのは間違いないわね。後にこの地震に関しては、兵庫県南部地震と気象庁によって命名されたけど、一般的によく言われている、阪神淡路大震災という呼称を今回は使って説明してみるぜ。私もそっちの方しか実は聞いたことがないのよね。気象庁の観測では兵庫県の神戸と洲本で震度6、豊岡、京都、滋賀県の彦根で震度5を記録したんだ。震度6って相当大きな揺れだったに違いないわね。震度7を観測した熊本地震よりは揺れてないってことになるのかしら？実はそういうわけじゃないから注意してくれ。当時の観測方法は、震度計での観測は震度6まで行われ、その後の調査で家屋倒壊率が3割を超えた地域を、震度7だと後々修正していたんだ。ということは、後々に震度7になった地域があるってことになるわけね。そういうことになるんだ。後の調査の結果、兵庫県神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、淡路島北部の綱町、北段町、一宮町が、震度7と最終的に判定されたんだぜ。かなり広い範囲で震度7だったということになるわね。ちなみに、震度4と当初言われていた大阪府大阪市や、西淀川区、豊中市、池田市は震度6に修正された。それだけ、現地調査を行った際の被害が大きかったということになるのね。特に神戸市では壊滅的な被害が出たと言われていて、住宅の倒壊が6万1800棟だったと言われている。また、西宮市では2万667棟だったと言われているから、いかに多くの住宅が倒壊したかわかるだろう。住宅の倒壊がものすごい数ね。でも、どうしてこんなに多くの住宅が倒壊したの？これは古い建築基準で建てられていた住宅が多かったからだと言われているんだ。なるほど、耐震強度がそこまで高くない家が多かったということなのね。この阪神淡路大震災を機に、住宅の建築基準が見直されることになったのは言うまでもないぜ。確かに、物件を借りるときとかに、できれば阪神淡路大震災以降の基準の建物を借りた方が、良いっていう人に会ったことがあるわね。まあ確かにより新しい建築基準の方がより厳しくなっているからな。その分、家賃も高いかもしれないから悩む部分でもあるぜ。昔の私ならとにかく安いところを借りそうだけど、今の私なら安全な方を選ぶことにするわね。話を戻して、どのような被害が出たか詳しく知りたいわ。この震災は6434人の犠牲者と、43792人の負傷者を出したと言われている。ものすごい数の犠牲者が出てしまったのね。建物の倒壊が相次いだことや、時間的にも寝ている人が多かったことも原因だと言われている。また、この震災では若年層の犠牲者が多かったとも言われているんだ。普通は高齢者の方が犠牲になる可能性が高いように思うけど、意外だわ。学生を含む若い世代が住んでいた家は、古い木造住宅が多かったからだと言われているんだ。なるほどね、学生の単身世帯ならそういったところに住んでいる人も多かったというわけね。建物に使われている建築手法の違いも、被害に差があったとも言われているんだ。木造住宅でも、プレハブや 2x4 といった工法で建てられていた住宅は高い耐震性を発揮した、という報告もあるそうだぜ。一言に木造って言っても色々あるってことね。また、地震の後に火災も数多く発生したんだ。やっぱり、地震の後は火災が起きるものなのね。特に神戸市の長田区は、木造住宅が密集している地域が存在したため、火災の被害が甚大なものになったと言われているんだ。全体では7000棟が焼失したそうだ。7000棟ってものすごい数だわ。でも、いくら木造住宅が密集しているからといっても、どうしてこんなに火災がひどくなったのかしら？理由は数多くあるけど、地震で一度停電した電力が再び供給されたからだとする説が根強いぜ。なるほどね、地震で電気設備にダメージがあるところに、停電していた電気が再度送電されて、火災になったということなのね。だから、地震で避難する際は、ブレーカーを落としておかないといけないというわけだ。ただ、地震の激しい揺れの後に、そういったことまで気をつけるのは難しいと思うのもわかるぜ。パニックになっているに違いないものね。私なら絶対に気づかないで避難しちゃいそうだわ。
その教訓を生かしたブレーカーも今はあるみたいだぜ。揺れを感知すると自動で降りるものもあるそうだ。そういったブレーカーを導入しておくと安心ということね。他にも火災が甚大なものになった理由としては、上水道の断水も挙げられるそうだ。消火のための水が確保できなかったということね。そのため、防火水槽や学校のプールの水を消火に使ったけど、全く足りなかったと言われているんだ。プールの水でも消火には不十分な量というのは意外だわ。また、神戸市市街地の消防団には、可搬動力ポンプの配備がほとんどされておらず、水を火災現場まで引いてくることができず、消防団独自の消火活動が全くできなかったそうだ。そういった装備は普段は全然使わないから、後回しにされていたのかしらね。さらに、周辺地域の消防車が応援に駆けつけても、消火栓とホースの規格が合わないこともあったぜ。そんなことあるのね。そういった規格は統一してあるものだと思うけど、残念ながら、今も統一されていないと言われているんだ。ただ、規格を変換することができる装備もあるみたいだから、特に問題にはならないとも言われているそうだ。当時は、そういった装備が不足していたのかもしれないということなのね。ただ、こういった緊急時の設備は、規格や使い方が統一されていた方が良いようには思うけどね。確かに、霊夢の言う通りだと思うぜ。さらに、走行する自動車に道路上の消火ホースが踏まれることで、ホースが破損したりして、消火活動ができなかった事例もあったと言われている。せっかく水を引いてきても、そんなことが起こってしまったなんて、こういった理由もあって、災害時は車での移動は控えないといけないと言われるようになったんだ。なるほどね、渋滞を引き起こす原因になるだけでなく、そういった問題も起こしてしまうかもしれないのね。結果として、阪神淡路大震災は多くの犠牲者を出した大災害となったけど、実は被害軽減になった要因となった事項もあることは、意外と知られていないぜ。どういうことなのかしら？発生時刻が冬の早朝だったために、公共交通機関や道路の利用が少なかったんだ。多くの人を運ぶ新幹線も、始発がまだ出ていなかった時間だったぜ。なるほど、そういうことなのね。また、火災の被害も風が穏やかだったことと、発生時刻が早朝であったことから、火の使用も少なかったと考えられているそうだ。ものすごい火災が起きていると思うけど、これでもまだ被害が抑えられていたということなのね。さらに、多くの人が寝ている時間帯であったため、被害が拡大した部分もあるけど、布団や毛布などの寝具で、体を守ったり守られたりして生き延びた人もいたと言われている。なるほどね、確かにみんなが起きているような時間ならとっさの地震に対して、そのような身の守り方をするのは難しいかもしれないわね。それでも、阪神淡路大震災は多くの犠牲者を出した大災害だったのは間違いない。不幸中の幸いといった部分がいくらあったとしても、大災害に違いはないのは確かね。近畿地方でまた大きな地震が起こる可能性って想定されているのかしら？それじゃ次はそのあたりの話をしてみるぜ。紹介したいのは中部圏、近畿圏直下地震だ。聞いたことがない地震の名前だわ。確かに、南海トラフ巨大地震や、首都直下地震に比べればあまり知られていないかもしれないが、この地震に対しても政府は対策を進めているんだ。名前からして日本の中部地方と近畿地方に関係がある地震ってことみたいね。中部圏や近畿圏の内陸には多くの活断層があり、次の東南海、南海地震の発生に向けて、中部圏及び近畿圏を含む広い範囲で、地震活動が活発化する可能性が高いと指摘されているんだぜ。なるほど、別の地震が起こる可能性が上がるにつれて、この中部圏、近畿圏直下地震の可能性も、上がってきているということなのね。そういうことなんだぜ。さらに、この地域の市街地は府県境界を越えて広域化しており、大規模な地震が発生した場合、広い範囲で甚大な被害が発生する可能性があるとも言われている。なるほどね。中部圏、近畿圏直下地震への防災対策については、中央防災会議、東南海、南海地震などに関する専門調査会において検討されているそうだ。なので、この調査会の資料を参考にして話を進めてみることにするぜ。よろしく頼むわ。同専門調査会では、地震が発生した場合の応急対策など、具体的に検討するための地震として、中部圏、近畿圏に存在する11の活断層で発生する地震と、名古屋市直下及び、阪神地域直下に想定したマグニチュード 6.9 の地震を想定しているそうだ。阪神と聞くと、どうしてもさっきの阪神淡路大震災を思い出してしまうわね。そこで想定されている被害を見てみようと思う。上町断層帯で地震が起こった場合の想定では、建物の全壊が97万棟、4万2千人が犠牲になると、考えられているみたいだぜ。人口が多い地域だからだと思うけど、かなりの犠牲者が想定されているように感じるわね。またそのうち、揺れによる犠牲者が3万4000人であり、
火災によるものが7500人だと想定されているぜ。なるほどね。火災よりも家屋の倒壊で犠牲になる人が多いと考えられているということね。別の断層帯であるさなげ、高浜断層帯で地震が起こった場合は、建物の倒壊は30万棟、犠牲者の数は1万人だと想定されているそうだ。先ほどよりも、被害が少ないのはなぜなのかしら？想定されている、震度分布にかなりの違いがあるからだそうだ。上町断層帯で地震が起こる方が、震度6強となる地域がかなり広いと想定されているんだ。なるほどね、さなげ、高浜断層帯の方が、震度6以上となる地域の範囲が狭いから、被害も少なくなると考えられているということね。まあそれでも、犠牲者1万人という想定を考えても大災害には違いないと思うぜ。経済被害はどの程度、想定されているのかしら？経済被害額は、上町断層帯で地震が発生した場合だと、74兆円だと言われているぜ。とんでもない額で言葉も出ないわね。さなげ、高浜断層帯で地震が起こった場合は、約33兆円だと想定されているみたいだぜ。家屋の倒壊などが抑えられると考えられているみたいだから、およそ半分くらいになるということなのね。ただ、それでもとてつもない額には違いないけど、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の話がよくなされているけど、この中部圏、近畿圏直下地震もかなりの被害が出るかもしれない大地震だと考えられているんだ。能登地方でも大きな地震が起こったから、注意しておいた方が良いわね。地震への備えって、何をしておくといいのかしら？食料と飲料水は、3日分を用意しておくといいと言われているぜ。食料としては乾パンや缶詰、インスタントラーメンやお米などを用意しておくと良いと思うぜ。乾パンや缶詰なら長期間保存できるし、災害時も手軽に食べることができるということね。お湯を沸かすことができたら、インスタント食品で温まることもできそうだわ。そして、他にも色々と用意しておくべきものがあるんだ。まずは救急箱は絶対にあった方がいい。地震の揺れによって転んでしまったり、割れたガラスで怪我をする可能性があるからな。そんな時に、応急処置ができるかどうかは重要なことだと思うぜ。確かに怪我に十分な対応ができないと、生存する可能性が下がるってことね。日頃からこういった非常時に使うものを用意しておくことは重要なんだぜ。私も、早速揃えてみることにするわ。やっぱり日本に住んでいる以上はどこで災害に遭うかわからないということなのね。まあ、だから常に備えておくべきだぜ。私も、日頃の備えを徹底することにするわね。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。3本目は、東京湾にイルカ現れた件が、超巨大地震の前兆になってしまったの話だぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ちょっと聞いてよ。どうしたんだ、霊夢、この前の食費ならちゃんと払っておいたぜ。その話じゃないわよ。この前、海岸沿いを歩いていたんだけど、イルカが跳ねるのを見たのよ。鳥かなんかと見間違えたんじゃないか？イルカがそんなところにいるとは思えないぜ。いや、確かにあれはイルカだったわ。シルエットがまさにイルカだったもの。なるほどな、そこまで霊夢が言うならイルカだったかもしれないな。だが、イルカがそんな近くで泳いでいるならそれは地震の前兆かもしれないぜ。地震の前兆とされているはナマズでしょ。イルカは関係ないんじゃないの？そんなことはないぜ。そもそも、海の動物が普段と変わった行動をしているというのが地震の前兆だと考えられているからな。なるほどね、じゃあ私が見たイルカって地震の前兆だったのかしら？そこまではわからないが、気をつけた方がいいかもしれないぜ。実は、近頃東京湾でもイルカが目撃されているそうだ。それに加えて、ついこの前だけど淀川にクジラが迷い込んでいてもいたぜ。やっぱり、それらも地震の前兆なのかしら？まあその可能性がないとは言えないからな、気をつけるべきだぜ。でも、どうして海の動物に異変が生じると地震の前兆だと考えられているのかしら？それじゃ、今日はそのあたりの話をしてみるぜ。どうしてイルカが東京湾で見られるようになったのかしら？イルカが食べているアジに関する変化があったからという話があるぜ。アジがどうかしたというの？昨年、アジが不良だったと言われているんだ。なるほどね、だからアジを求めてイルカが別の海域に移動してきたかもしれないのね。まあ可能性の一つに過ぎないけどな。でも、それだと地震とは関係ないんじゃないのかしら？話は最後まで聞くんだぜ。イルカやクジラは地磁気の影響を受けている動物だと考えられているんだ。なるほど、地震の前兆として地磁気の乱れがあるから、その影響を受けていると考えられるのね。つまりはそういうことになるんだぜ。だから、イルカやクジラが普段見られないところで見られると、地震の前兆かもしれないんだ。よくわかったわ。ちなみに東日本大震災の前には、沿岸にイルカが大量に打ち上げられていたという話もあるぜ。どのくらいのイルカが打ち上げられていたのかしら？
150頭近くが打ち上げられていたと言われているぜ。まあ異常な光景だったと思うぜ。どうしてそんなことが起こったのかしら？詳しくは分かっていないが、大地震の前に沿岸部において、動物が大量に打ち上げられる例は多いぜ。海中に住む生物は、電気信号を受け取る感覚器官が、我々のような陸上の生き物に比べて、格段に優れているという説もあるから、その影響かもしれない。やっぱり地磁気の影響かもしれないわね。ちなみに東日本大震災以前の三陸における地震では、イワシが大量に取れたなんて話もあるんだ。海の動物に関しておかしな行動があった場合は、地震に注意した方がいいわね。確かに、海の動物と地震との関係は何かしらあるとは思うぜ。イルカやイワシ以外には、地震の前に異常な行動が見られた動物っているのかしら？他に有名なのはやっぱりクジラだと思うぜ。この前、淀川に来てたわね。大きな地震の発生前に、クジラが沿岸に座礁した話は数多く残されているんだ。クジラにしてもイルカにしても、音を発して仲間を見分けたりしているし。先ほど少し話したけど、電気信号を感じ取る器官が優れているとも言われているからな。地震発生前の何かしらの影響が、音や電気信号としてクジラやイルカが感じ取ることで、異常な行動につながった結果、浜辺に座礁してしまうといった感じなのかもしれない。ただ、これはあくまで仮説だからな、実際のところはわからないんだぜ。でも、浜辺に打ち上げられたりするのはかわいそうね。地震から逃れて浜辺に上がってしまったのか、行き先がわからなくなってしまったのか、どちらにしても気の毒に思うわね。一つ言える確かなことは、私たちよりも海溝型地震が起こる、震源域に近いところに、そういった動物は暮らしているってことだな。そういう意味では私たちよりも早く、何かを感じ取ることができるってことかもしれないな。海の動物は私たちよりも、地震と隣り合わせの生活をしているのかもしれないわね。ところで、他にも地震の前兆となる動物っているのかしら？他にもいろいろな動物がいるから紹介するぜ。2004年に起きたスマトラ島沖地震では、津波発生の2分前から数時間前に、動物の異常行動が数多くあったと言われているぜ。ゾウが高台に走り始めたり、フラミンゴは巣から離れて移動を始めたぜ。犬は散歩に行きたがらなかったという話もあったぜ。動物たちはきっと地震が起こることをわかっていたのね。水牛は突然海の方を見たかと思うと、丘の頂上に移動を始めたという話なんかもあるぜ。どの動物も危険を感じ取って逃げているみたいね。もしかしたら、動物たちはこれから津波が来ることを、何かしらの方法で理解して、高台に上がろうとしていたのかもしれないと考えることもできるな。どのような方法なのかは、さすがにわからないけどな。ちなみにこの津波からの生還者の多くが、動物たちの行動を見て、動物と同じように、高台を目指した人が多かったと言われているんだぜ。動物たちの行動から、津波が来ることに気づいたというわけね。ちなみに、ネズミも地震の前には異常な行動をすることがあるぜ。1854年の安政東海、南海地震の際には、地震の前にネズミがいなくなったと伝えられる。そして、地震の後から再びネズミを見るようになったとも言われている。ネズミも地震が起こることがわかるのかもしれないわね。関東大震災においても、地震の前にネズミの大移動が目撃されている。ネズミは危機に敏感なのかもしれないぜ。もし、動物の奇妙な行動を見たら気をつけておくべきだぜ。そういった現象を見たら気をつけるようにするわ。他にも地震の前兆ってあるのかしら？いろいろあるからいくつか紹介してみようと思うぜ。大きな地震が起こる前に、比較的小さな地震が起こることがある。これを前震と呼ぶんだ。大きな地震の、数日から数ヶ月前に起こったものを、短期前震と呼んで、数ヶ月から数年前に起こったものを、長期前震と呼ぶことで区別しているぜ。これまでも、前震が起こった後に大地震が起こった事例が当然あるのよね。当然あるぜ。例えば1872年に起きた浜田地震では、本震の発生5日前から地震が起きていた。また、地震発生数時間前にも小さな地震が何度か起きていたりもした。そして、その後に本震がやってきたと言われている。地震が頻繁にあるというのは、大地震の前兆かもしれないってことね。他にも1930年の北伊豆地震においても、数ヶ月前から3000回以上の地震が起こっていたぜ。そして、その後に本震がやってきたと言われている。少し気になるのは、本震の前には地震の数が減ったと言われていることだ。まるで嵐の前の静けさって感じね。ただ、前震から大地震を予測するのは不可能だと考えられている。確かに、前震があって本震があるのは確かなんだが、どれが前震なのかを定義することができないんだ。なるほど、日本自体が毎日のように地震が起こる国だから、前震を明確に決めようがないもんね。だから、できることとしては地震が多いと思ったら、備えをしっかりしておくしかないぜ。地震が近頃多いなと思ったら注意ってわけね。
残念だけど、地震の前兆というのは確かだけど、その前兆を明確に決定するのは難しい。もっと研究が進んだりすると、全身に関することもよりわかるようになるかもしれないわね。もし、全身を見分けられるようになったら、防災に大いに役立つことは間違いないだろう。より正確で確実な緊急地震速報が作れる可能性も見えてくる。他にはどんな前兆があるのかしら？それじゃ次は地鳴りと呼ばれる現象について紹介するぜ。先ほど紹介した浜田地震でも、発生前にこの地鳴りが発生していた可能性がある。地鳴りを耳にした人がいたってことね。そういうことなんだけど、この地鳴りも地震の前兆だと言われているんだ。ところで、当たり前のように地鳴りって言ってるけど、詳しくはどういうものなの？主に地震などにより発生する地盤の振動が、音響、音波として空気中を伝わる現象のことだ。土地の振動のうち、短周期の振動が空気中に伝わって音が聞こえる現象であり、ゴー、とか、ドーン、といった音だと考えられている。割と低い音ってことなのかしら？多くの場合、震央の方から聞こえてくるそうだぜ。また、人によっては地鳴りを耳にするだけではなく、耳鳴りがする人もいるそうだ。耳鳴りはたまに私も鳴るわね。キーンって感じのやつね。地震により発生した超低周波音を、耳が捉えて耳鳴りがしているのではないかという説もある。人の耳は、地震の前兆を捉えることができている可能性があることになるわね。耳鳴り自体が、近くに幽霊がいるとなるとか言われていたりすることもあるけど、やはり、強調としてこれまで考えられてきたことの表れなのかもしれないな。確かに、聞いたことがあるわね。耳鳴りがすると近くに幽霊がいるって話。話を地鳴りの方に戻すけど、これまで先ほど紹介した浜田地震以外にも、地震発生前に地鳴りが聞こえたという事例は数多くあるぜ。1965年に発生した松代群発地震の際も、地鳴りがよく聞こえたと言われている地震の一つだ。また、東日本大震災の発生前にも、海の方から地鳴りのような音が聞こえたという話もある。地鳴りは地震の前兆としては、確度が高いのかもしれないわね。まあ明確な科学的根拠があるわけじゃない。そこは注意してくれ。地鳴りと思っても、実は別の音だったなんて話もあるから気をつけてくれ。それでも、地鳴りかもしれないと思ったら要注意ね。地震の前兆に関しては、そういった扱いをするといいかもしれないな。何でも地震の前兆だと思っていたら生きてけないぜ。他にはどんな前兆があるのかしら？次は通信機器に現れる異常に関して話してみるぜ。地震発生前には、通信機器に異常が見られる現象があったとこれまで言われてきたぜ。例えば、テレビやラジオにノイズが入ったり、携帯電話がつながりにくかったりすることがあるぜ。電波を使っている機械に問題が出ているのね。阪神淡路大震災の前には、テレビにノイズが入ったりしていたという話がある。なるほど、まさに地震の前兆ってわけね。また、電波を用いる機器には、レーダーや無線機といったものもある。なんか軍事用みたいな感じね。その通りだぜ霊夢、レーダーも無線機も軍隊で使われている装備だな。そして地震の発生前にはレーダーに異常な挙動が映ってしまったり、無線機に影響が出たりする。レーダーというのは電波を飛ばして、その反射を受信することで対象を捉えるシステムだけど、異常な挙動が生まれるということは、空気中に何かしらの影響が出ているということだ。どうして、そんな影響が出たのかしら？地表から異常な電波が放射されているという説があるぜ。ちなみに阪神淡路大震災では、兵庫県立西播磨天文台では、震災発生前の40分から20分前と、発生後45分間、地表からと思われる異常な電波放射を観測したそうだぜ。この電波放射のせいで、テレビや携帯電話に異常が出たってことなのかしら？また、遠く離れた中国でも、レーダーが地震の前に上乱を受けたと言われている。上乱を受けるという書き方からすると、軍用のレーダーなのかな？おそらくそうだと思うぜ。中国側は地震ではなく、レーダーに対する妨害と思ったみたいだぜ。やっぱり地震と電波、つまり電磁波の関連性は高いってことなのかしら？地震と電磁波に関する話は意外と昔から言われているんだ。戦時中の1945年に発生した三河地震では、余震の前にラジオに雑音が入ったとも言われている。雑音を耳にしたら、余震を避けるために備えたりしたんだぜ。おそらくこの頃のラジオは、鉱石ラジオや真空管ラジオだと考えられるから。現代のラジオよりも受信感度は低いぜ。現代の受信機をもってすれば、地震の前兆にいち早く気づける可能性もあるかもな。今から80年近く前にもすでに事例があるなんて驚きね。ちなみに、地震発生前における電波の乱れに関する研究も進んでいるそうだぜ。地震発生時には、電離層に大きな影響が出ることはすでにわかっていることだ。大気の層の話ね、電離層は確か電波を反射する層だったかしら。その電離層の異常を観測して、地震発生を予測する研究が進められているそうだ。
電波の伝達速度は高速と同じだと思うから、異常にいち早く気づけるかもしれないわね。こうした地震の予測が確立されると、地震の大きな対策になると思うぜ。まさに、地震予報みたいなものを作れるかもしれないぜ。いち早く実現するといいわね。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。4本目は、関東圏で巨大地震が発生する、関東沖で発生した異常現象がやばいの話だぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今後は気になるところだぜ。どうしたのマリサ？実は関東沖で異常な地震が多発しているんだぜ。そうなの、なんだかヤバそうな感じがするわね。早速解説をよろしく。任せてくれ。今回、関東沖で発生している地震は以下の場所で発生しているんだ。まず、伊豆大島、次に八丈島、最後は三宅島だぜ。どこも火山が有名な場所だね。確かにそうだな。それで、先ほどの場所で地震が多発している理由は二つの説から考えられているんだ。ほうほう、どんな説が考えられているの？一つが余震説で、もう一つがマグマ説だな。余震説に関してはなんとなく想像できるけど、マグマ説に関してはよくわからないわね。まあ、後ほど解説するので今はわからなくても心配はいらないぜ。それなら、よかったわ。では、余震説から話を進めていこう。この説は、先ほどの3つの場所がフィリピン海プレートの上にあることから考えられている説なんだぜ。ほうほう、つまり、フィリピン海プレートの活動によって、余震が発生して地震が多くなっているという考え方だね。まさにその通りだぜ。では、次にマグマ説に関しては、厳密に解説するとものすごく長くなってしまうので簡単に言うと、火山活動によるマグマの影響で地震が発生しているという考え方だぜ。確かにさっきの場所は火山が有名だから、間違いではないような気がするわね。でも、火山が噴火すると地震が発生するイメージはあるんだけど、マグマの活動で地震が発生するのは少し意外だね。確かにそうだな。だけど、地震が発生する理由としてよく考えられているプレート説以外では、このマグマ説が最も有力な考え方だと言われることが多いんだぜ。そうなの。そうだぜ。それに先ほどのマグマ説を提唱しているのは、日本人の有名な研究者なんだ。まさかの日本人なのね。全く知らなかったけど、その研究者さんはどんな人なの？その研究者とは地震学者の角田文夫さんだな。角田先生、初めて聞いたわね。それで、角田先生の考えを解説する前にまずは、角田予知モデルについて話しておこう。角田予知モデルってなんだか難しそうだね。まあ、厳密に解説したら論文レベルになってしまうので、今回は優しめに解説するから心配はいらないぜ。わかったわ。それで、この角田予知モデルを提唱している角田文夫氏について少し触れておくけど、彼は埼玉大学の工学部名誉教授であり、理学博士だぜ。また、専門分野が地質学、地震工学ということで、戦争近くにおける断層の深部形態、断層帯の構造と形成過程、断層近傍の強振動の発生機構などを研究している人みたいだな。なんかよくわからないけど、すごい先生なんだね。そうだな、特に地震の発生メカニズムなんかに関しては、日本で右に出る者はいないほどのスペシャリストであることは間違いないぜ。また、角田文夫氏は角田予知モデルの提唱者として世界的にも有名で過去30年間に、マグニチュード7から9の大地震86回を検証し、その的中率は 90% を超えているぜ。ものすごい的中率だね。確かにヤバい的中率だな。それで、角田先生がこの予知モデルを行うことができるようになったのは、科学の発展によって、より地球の内部の調査が行えるようになったからだぜ。ほうほう、それはすごいわね。それで、角田先生は、地下深くで起こる深発地震と地表の巨大地震との関連性に気がつき、アメリカなどが公表している地震の詳細データや、スミソニアン自然科学博物館の火山活動のデータを、照合することである程度、地震を予想することができるようになったそうだぜ。角田先生、すごいわね。でも、角田先生はどうして地震の予測に対して、地下奥深くの地震が関係していると考えたの？それはマグマの温度が関係しているからだぜ。具体的に言うと、霊夢は地球の中心がマグマでできているのはもちろん知っているよな？もちろんだよ。そのマグマは中心に行くほど温度が高くなり、より液体に近くなっていく。また、地表に近づけば近づくほど温度が下がり、固体に近くなっていく性質があるんだぜ。つまり、一定の層になると液体のマグマが岩石に近づいてしまうのでこの層のあたりが、地震が発生するメカニズムに関係していると角田先生は考えたんだぜ。中学の理科でやったよ。その岩石と岩石をプレートと呼んでいて、それがぶつかり合うことで地震が起きてしまうんだよね。そうだ、その考えが一般的なプレート説だぜ。
だが角田先生によると、このプレート理論では説明できない事柄が非常に多いそうだ。そうなのね、プレート説しか知らない私は何の疑問を持つことはなかったわね。じゃあ、地震はどこで起こっているの？具体的に言うと、地球は約 70km ほどの厚さの近くで覆われているのだが、地球の直径はおよそ 12,700km なので、近くはおまんじゅうで例えると、薄い皮のようなものでしかないんだ。その中でも上部マントルと下部マントルに挟まれている繊維層というものが存在するんだ。ほうほう。この層は地上からおよそ 410km から 660km に存在しており、地震の発生源とされているぜ。この発生源こそが角田先生によると、地震の壺だと考えているんだぜ。ということはこの地震の壺が地震に関係してきているのかな？その通りだ。つまり、ここまでの話をまとめると角田先生は、この地震の壺が一定の条件を、満たした時に地震が起こっていると考えたんだ。なるほどね、それで一定条件ってどんな感じなの？具体的に言うと地震の壺でマグニチュード 5.5 以上の地震が、月に5回以上連発すると、1年以内に環太平洋上でマグニチュード7以上の、大地震と巨大火山噴火が起こると角田先生は考えているんだぜ。なるほどね、それでその考えから角田先生は多くの地震を的中させているのね。まさにその通りだぜ。では、次にプレート説がおかしいと言われている代表的な理由を3つ解説していくぜ。まず1つ目、プレートは海嶺で誕生するということなんだけど、海嶺には高熱のマントル層が存在しないため、プレートを生んだり動かしたりするパワーはないとされており、これに関しては、ネイチャーなどの世界的有名な科学雑誌でも指摘されているんだな。ごめんマリサ、そもそも海嶺って何だったっけ？まあ、少し難しい言葉だからな。それで、海嶺というのは講義では海洋底において、海盆を分けているような細長い山脈上の地形のこととされているぞ。マリサ、それでもちょっとわかりにくいんだけど。まあ、ものすごく簡単に言うと、海洋の底においての海洋山脈のような場所全体を指していると思ってくれればいいぞ。なるほどね、海嶺には火山があるというように今までは言われていたと思うんだけど、実はそこには、火山活動を行うエネルギーがないということでいいんだよね。その通りだ。では二つ目に行くぞ。二つ目の内容は、プレートは冷たく巨大で壊れない盤状岩層であるという点なんだが、プレートというのは、100km の冷たく硬い板状の岩石層であるとみんな考えていたと思うのだが、マントルトモグラフィーによる地球内部の画像解析によると、環太平洋上の地表から 1000km までの、深層では、液状になっているマグマが多いので、硬い岩石からなるプレート同士がぶつかって、地震を起こすという言説は、そもそもの前提からして間違いではないかということが言われているぞ。ふむふむ、マリサ、なんとなくはわかったんだけど、もうちょっとわかりやすく説明すると、つまり、どういうことなの？そうだな、解析技術が上がったことにより、プレートが発生するとされていた地点には硬い岩石が、存在するとは考えにくく、硬いものと硬いものがぶつかり合うということは、ほぼ起こらないと考えられているんだ。なるほどね。では最後の矛盾点なんだけど、プレートは一定方向に遠距離移動をするものだと考えられていたけど、最新の研究により、プレートが一定方向に動くという考えが否定されてしまっているぞ。中学の理科では、プレートとプレートがぶつかり合うことでズレが生じて地震が起きるということを、勉強したんだけど、これによってプレートは存在しないかもしれないし、ぶつかったとしてもプレートの動き方が全然違うということになってしまうね。実はそうなんだ。また、最新の電波干渉法を用いた地質学最新の観測方法によると、太平洋プレートは一定方向に移動しているのではなく、時計回りに回転していることがわかったそうだぜ。ということは、中学で習ったプレート説というのはあまり根拠がないんだね。そうなってしまうな。ただ、これもあくまでも学説の一つであり、プレート説、マグマ説のどちらに関しても、科学的根拠によって裏付けはいまいちなところがあるので、どちらかが完全に正しいとは言い切れない状況なんだ。いろいろと難しいところなんだね。ただ、個人的には角田先生の的中率を考えると、プレート説の信憑性は下がってしまうと思うぜ。確かにそうだね。ただ、間違いなく言えることは地震に対して、我々は準備をしておくことが大切ということだぜ。そうだね、備えあればなんとかだしね。まさにその通りだぜ。では、マグマ説に関する話はここまでにして次は、関東で検出された異常震域の話をしていこう。今回の異常な地震と同じで異常というつながりだね。そうだな、それでこの異常震域を観測したのは東京都の新宿区なんだ。ほうほう、新宿区でそんなことが起きていたのね。それで、どれくらいの地震が発生したの？マグニチュード 4.0 の地震だったな。マグニチュード 4.0 ってことは震度で言うとどれくらいなの？震度で言うと、2だな。
に、そこまで強い地震ではないわね。そうだな、震度2の地震は屋外で本を読んでいる人が揺れを感じる程度の地震だぜ。なるほどね、でもこの異常震域って初めて聞いたけど、一体どんな地震なの？では、異常震域とは何なのか解説していこう。よろしくね。それで、異常震域とは、地震から離れている場所なのに強く揺れる場所のことだぜ。ほうほう、つまりどういうことなの？具体的に言うと、今回の地震は新宿区では先ほども言ったように震度2が観測されている。しかし、新宿から離れた場所である栃木では震度3が観測されているんだぜ。震域から離れているのに地震が強いってやばいわね。どうして、そんなことが起きてしまうの？専門家によって考え方はいろいろだけど、地震波の伝わり方が、深く関係しているとする考え方が一般的だな。ごめん、地震波って何なの？地震波とは、地震の時に岩盤がずれ動くことによって、地中に振動が生じ、周囲に波として伝わっていく現象のことなんだ。それで、今回の場合だとまず太平洋プレート上で地震が発生しているんだ。そして、発生した地震波は北米プレートを通って新宿区に伝わっているんだけど、栃木などでは、フィリピン海プレートを通って伝わっているんだぜ。ほうほう、つまり、新宿区と栃木で地震波の伝わり方が違った結果、離れている場所なのに震度が違ったのね。まさにその通りだぜ。じゃあ、今後は異常震域の関係で東京で地震が発生すると、他の県ではもっと大きな揺れが観測されるということになるのね。さすがは霊夢、まさにその通りだぜ。それって単純にヤバいわね。まあ、確かにヤバいけど、この異常震域に関しては、今に始まったことではないぜ。そうなの。実は前々から発生していたんだ。だから、そこまで敏感になる必要はないけど、東京で大きな地震が発生した時は、想像以上の地震が、他の県を襲う可能性があるということを覚えておいてくれたらいいぜ。なるほどね。どうしても地震の概念としては、震源から離れていれば大丈夫と思ってしまうからね。そうだよな。だから、今回の事例を踏まえてそのことを再確認してほしいと思うぜ。わかったわ。さて、今回は関東の地震に関する話を中心にいろいろとしてきたけど、霊夢は関東で発生する地震がどれくらいヤバいか知っているか？単にどれくらいと聞かれても、なんとなくそれはヤバいだろうねとしか答えようがないわね。そうだな、質問の仕方が悪かったな。では、仮に明日、首都直下地震が発生すると関東ではどんなことが起きると思う？これまたぶっ飛んだ質問だけど、首都直下地震はとんでもない地震って聞くから、ものすごい被害が出ることは間違いないわよね。まさにその通りだぜ。それで、この首都直下地震の一番ヤバいところは、首都で発生するからなんだ。ちょっと難しいけど、言い換えると首都で発生するから、多くの人が犠牲になってしまうってことなの？そうだぜ、それに首都には日本を支える企業がたくさんあるからな。あ、もしかして、そう、一つの地震で国の経済が傾いてしまう可能性が高いということになるんだ。それはヤバいわね。また、首都には人が多いので、避難活動や救出活動は難航すると言われているんだ。確かにその可能性は高そうね。だからこそ、日頃から地震対策を行っておくことが非常に重要になってくるんだ。確かにそれは間違いないわね。とにかく、防災バッグは絶対に準備しておくわ。ぜひともそうしてくれ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。最後は、ついに南海トラフ地震発生か、前回の南海トラフ地震と同様の予兆が再度発生の話だぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。つい先日、熊本でまた地震があったみたいね。12月19日の3時頃起きたやつだな。確かに、熊本で地震が起きていたな。深夜3時頃の地震だったと思うが、霊夢はよく起きていたな。来年の初詣のことを考えると、なんだか眠れなくて起きてたのよ。お賽銭が集まるだろうからな、ワクワクして眠れなかったというわけか。その逆よ、今年は一人も来なかったじゃない。来年がどうなるのか不安で眠れなかったのよ。それは私にはどうなるかわからないが、なんとかなると思えばなんとかなるもんだぜ。そんな中地震が起きたのを知ったから正直驚いてしまったわ。なんか幸先悪いような気がするし。あくまで噂だけど、昭和南海トラフ地震の前兆が起こっているという話があるんだぜ。南海トラフ地震っていつ起こってもおかしくないと言われている地震のことね。そうだぜ、発生周期から考えていつ起こってもおかしくない状況なんだ。その前兆とされることが起こっているという噂があるみたいなんだぜ。すごく気になるわね。なので今回は、南海トラフ地震の前兆に関する噂に関して話をしてみるぜ。よろしく頼むわ。ゆっくりしていってね。前兆といってもどんなことがあったというの？いろいろあるから一つずつ紹介してみるぜ。まず、小笠原で震源の深い大きな地震があった。
というのがあるぜ。小笠原近辺の地震は、南海トラフ地震と関係があると考えている人も多いんだ。なるほど、震源域での地震活動が活発になっているかもしれないのね。そういうことになるんだぜ。さらに、他の地域で起きた地震の震源が、深いということも前兆だと考えられている。どうして震源が深いと、南海トラフ地震の前兆だと言えるのかしら？南海トラフが海底に存在することを考えれば、なんとなく理解できるぜ。なるほどね、震源が浅い地震は南海トラフと関係が薄そうだけど、震源が深い地震は、確かに南海トラフ、つまりは海溝型の地震と関係がありそうだと考えるわけね。そのように考えられているんだぜ。霊夢が冒頭に言っていた熊本で起こっている地震は、震源が浅いことが多い。そのことからも、今回の南海トラフ地震の前兆である可能性は低いと思うぜ。確かにそういうことになるわね。また、南海トラフ地震と関連があると考えられている三陸沖でも、マグニチュード 5.1 の地震が発生している。このことも南海トラフ地震の前兆である可能性があるらしいぜ。太平洋側の地震活動が活発になってきているのね。さらには、少し離れた台湾付近でも大きな地震が起きている。それも南海トラフ地震の前兆だと考えられるの？場所が離れているから一見関係ないように思うかもしれないけど、実は台湾近辺や、さらに距離の離れたニュージーランドなどの地域における地震も、南海トラフ地震と関係があるという見方も存在するんだぜ。私たちにとっては遠く離れた地域かもしれないけど、地球規模で見たらそうじゃないのかもしれないわね。地震活動は地球規模の活動だからな。私たちの時間感覚や距離感覚とは関係ないからな。他にはどんな前兆があるのかしら？地震回数が減少傾向であることだな。地震が減っていいってことじゃないの？これまでに起こった大地震の前例からすると、そういった時に起こっているんだ。例えば東日本大震災の直前の10日間では、大幅に地震が減少していたことがわかっている。また熊本地震の際も、同様に発生前10日間の地震が大幅に減少している。つまり、地震発生回数の減少は大地震の前兆かもしれないぜ。それはなかなか根拠のある前兆みたいね。近頃は、ここまで話してきた大地震の前兆が、起こっているという話が出てきているんだぜ。だから、南海トラフ地震の前兆だとする噂があるわけね。まああくまで噂だからな。当たり外れは当然あるとは思うが、警戒しておいた方がいいかもしれないぜ。また、南海トラフ地震と深い関係があると噂があるのは、三重県における地震という話もある。どうして三重県なの？1944年12月7日に発生した東南海地震の前には、三重県で異常な震域の地震が起きたという記録がある。また、1946年12月21日の南海地震では、その年の3月に三重で同様の地震が起きているんだ。三重で異常な震域の地震が観測された後に、南海トラフ地震が起きているのね。これも関係がありそうね。また、一見関係がなさそうな位置にある日向灘における地震も、南海トラフ地震と関係があるという説もある。1944年、1946年のどちらも、南海トラフ地震が起きる前に日向灘で地震が起きている。つまり、三重や日向灘で地震が起きた後に、南海トラフ地震が起きているんだ。しかも、二度も同様のことが起きていることからも、この2地域と南海トラフ地震は関連してそうだろ。確かに、同様のことが二度も起きているなら、何かしらの関連がありそうに思うわね。あまりにも多くの地震がある国だから、関連性を調べるのは大変なことだと思うけど、大地震の正確な予測ができるように、いずれはなってほしいものね。いつかは、地震の正確な予測ができるようになるとは思うけど、現状ではまだ難しいみたいだぜ。そういえば気になったけど、地震の前兆って他にはどんなものがあるのかしら。他にも、科学的なものから非科学的なものまでたくさんあるぜ。いくつか紹介してほしいわね。それじゃ次は、地震の前兆とされる現象に関して話をしてみるぜ。地震発生前には、通信機器がおかしくなることがある。例えばテレビやラジオにノイズが混じったり、携帯電話がおかしくなったりなどだ。電波がうまく届かなくなるってことなのかしら。阪神淡路大震災の前には、テレビにノイズが入る現象が見られたそうだぜ。なるほど、だから地震の前兆だと考えられているわけね。電波を用いる機器は、他にもレーダーや無線機といったものもあるんだ。一般人には関わりがなさそうな機械ね。確かに、レーダーや無線機は一般的なものじゃないけど、こういった機器にも影響が出ると言われているぜ。無線機によっては、アマチュア無線といった一般人でも資格を取ると使えるものもあるぜ。携帯電話がこれだけ普及しているのに、今時無線機なんているのかしら？まあ確かにそうだけど、災害時は活躍した例も多いみたいだぜ。このアマチュア無線を使った通信は、電離層の影響を受けやすいものもあるみたいで、条件によっては、外国との通信が行えたりするそうだ。
すごいと思うけど、インターネットで十分ね。確かに、通信に関しては霊夢の言う通りなんだけど、電離層の乱れに関しては、無線機を用いた通信の方が気づきやすいと言われているぜ。なるほど、直接電波を発する無線機を使った通信の方が、地震の前兆とされる電離層の乱れに、気づけるかもしれないってことなのね。そういうことなんだぜ。事実、大地震発生前は、周波数帯によっては普段とは通信状況が違った、という話もあるそうだぜ。また、戦時中の1945年に発生した三河地震では、余震の前にラジオに雑音が入ったそうだ。無線機というのは電波の送信機と受信機を組み合わせたものであり、受信機はつまりラジオだ。もしかしたら、地震前の雑音を拾うことができるかもしれないぜ。なるほどね、そして電波を発信して通信を試みると、届き方が変わっていたりする場合は何かあるのかもしれないわね。確かに無線機は、地震の前兆に気づける機械なのかもしれないわね。地震の前兆に気づける話ではないけど、災害時の通信手段として、無線機は活躍できる可能性が大いにあるぜ。それはどうしてなのかしら？無線機の種類にもよるけど、車に取り付けるタイプや携帯型のタイプがあるみたいなんだけど、どちらも電源が用意しやすいと思うぜ。車にはバッテリーがついているし、携帯型のものは乾電池で動かすことができるみたいだ。つまり停電時でも使うことができるというわけだ。でも、携帯やインターネットが繋がりにくい状況で使えるのかしら？無線機はそれ単体で、電波の送受信ができるようになっているんだ。インターネットや携帯電話の通信網は、送受信を行う設備にその通信を依存している。よって、それらの設備が動いていないと端末だけではどうにもならないぜ。なるほどね、だから災害時で通信設備に異常があっても、無線機なら通信ができるということね。そういうことになるんだぜ。まあ、今も警察や消防をはじめ、各国の軍隊でも無線機が通信手段として活用されているのを見ても、有事の際に使えると判断されているからだと思うんだぜ。アナログな通信手段も災害時は助けになるかもしれないってことね。そういうことなんだぜ。他にはどんな前兆があるのかしら？やっぱり根強い支持がある前兆は、動物に関してだな。1855年の安政の大地震では、江戸を中心に甚大な被害が発生したんだけど、その頃に、ナマズエと呼ばれる風刺画が大流行したことは有名なんだぜ。その頃から地震とナマズの関係があるのね。地震の原因はナマズだという絵が多かったぜ。より正確に言うなら、地震とナマズは同じものという扱いをされていたぜ。ナマズを使って地震を風刺していたわけね。だから、ナマズを懲らしめる絵があったり、地震で人もうけした人々が描かれていたり、そういった風刺にナマズが使われていたぜ。地震を直接的に描くのではなくて、ナマズを使って風刺をしていたってわけね。そういう歴史があるから、地震の前にはナマズが暴れるといった話が出てきたのね。そういうことなんだぜ。つまり、ナマズは地震を暗示させるものなんだ。そしてそこに、地震の前にはナマズが暴れるという話が、全国的に広まっていったんだと思うぜ。実際、地震の前にはナマズは暴れたりするのかしら？そういったことがあったという話は本当にあるそうだ。だから、あながちナマズと地震の関係は嘘でもないんだ。実はナマズは電気に敏感な動物だと考えられている。地震発生前の電磁波つまり、電波の乱れを感じ取っているのかもしれないのね。ナマズはそういったものを受信できているのかもしれないんだぜ。他にも動物が地震に反応する例があるのかしら？他にもいろいろあると言われているぜ。カラスが大量に移動しているのが目撃されていたり、ネズミが大量に移動していたりなどだな。危険な地域から離れているのかしらね。私たちよりも先に、危険を察知して安全なところまで逃げているのかもしれないぜ。やっぱり動物たちは危険に敏感なのかもしれないわね。東日本大震災の前には、沿岸にイルカが大量に打ち上げられていたという話もあるぜ。どのくらいのイルカが打ち上げられていたのかしら？150頭ほどだったというぜ。まあ異常な光景だったに違いないぜ。どうしてそんなことが起こったのかしら？詳しくはわかっていないが、大地震の前に、沿岸部において動物が大量に打ち上げられる例は少なくない。海中に住む生物は、電気信号を受け取る感覚器官が我々のような陸上の生き物に比べて、格段に優れているという説もあるから、その影響なのかもしれないぜ。ナマズと同じってことなのね。ちなみに東日本大震災以前の三陸における地震では、イワシが大量に取れたなんて話も残っている。海の動物に関しておかしな行動があった場合は、地震が起こるかもしれないわね。確かに、海の動物と地震との関係は何かしらあるんだと思うぜ。イルカやイワシ以外には、地震の前に異常な行動が見られた動物っているのかしら？他に有名なのはクジラだと思うぜ。クジラってあの大きなやつよね。大きな地震の発生前に、クジラが沿岸に座礁した話は数多く残されているぜ。クジラにしてもイルカにしても、音を発して仲間を見分けたりしているし。
先ほど少し話したけど、電気信号を感じ取る器官が優れているという話もした。地震発生前の何かしらの影響が、音や電気信号としてクジラやイルカに伝わって、異常な行動をさせた結果、浜辺に座礁してしまうのだと考えることもできる。ただこれは、仮説の域を出ていない話だから、はっきりとしたことはまだわかっていないぜ。浜辺に打ち上げられた写真とかを見たことがあるけど、かなりかわいそうなのよね。地震から逃れて浜辺に上がってしまったのか、行く先が狂ってそうなってしまったのか、どちらにしても気の毒なことだわ。一つ言える確かなことは、私たちよりも海溝型地震が起こる震源域に近いところで、そういった動物は生きているってことだぜ。そういう意味では私たちよりも早く、何かを感じ取ることができるのかもしれない。海の動物にしかわからない感覚があるのかもしれないってことなのね。いずれはそういった部分の研究が、役に立つ日も来るかもしれないぜ。今回は、南海トラフ地震の前兆に関する噂と、地震の前兆となる現象の話をしたぜ。私も家に無線機を置こうかなと思い始めたわ。それには資格が必要だと思うから勉強しないといけないと思うぜ。来年の目標としてちょっと頑張ってみようかしら。頑張ってくれだぜ。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。総集編はどうだった？総集編だから当たるも八卦、当たらぬも八卦って感じね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。